皆さんこんにちは。女子卓球選手の長崎美優さんは木下グループに所属し、国内外の卓球の大会で現役女子卓球選手として活躍していますよね。2022年9月に中国で開催された世界卓球ではメンバー入りを果たし、世間から注目されました。長崎美優さんは2002年6月15日生まれで、2022年現在20歳です。長美優の愛称で、卓球の成績だけでなくその可愛らしいルックスから人気のある選手です。長崎美優さんはどのような性格な選手なのか、海外の反応はどうなのか気になりましたので、過去のインタビュー記事などから探ってみました。2019年2月の ITTF ワールドツアーグランドファイナルの優勝インタビュー記事を見ると、長崎美優さんの好感の持てる謙虚な性格が見えてきました。まずは目の前の試合を頑張り、世界選手権に出ること、大きなことを言って実現できなかったら恥ずかしいだけ、まずは目の前に見えるところからやっていきたい、優勝インタビューでの発言ですが、決しておごるような発言はなく、目の前の目標にひたむきに向き合っている姿勢がうかがえます。また今は先輩方が強いので、太陽と影で言ったら私たちは影の方と発言するなど、冷静に卓球に関する自分の実力を判断している印象です。一方で試合以外の場面では笑顔をよく見せ、チームメイトとも仲がよく明るい性格のように思えます。長崎美優さんはとても好感が持てる性格ですね。次にどのようにして卓球を始めたのかを含めプロフィールを見ていきましょう。長崎美優さんは神奈川県海老名市出身です。おじい様が神奈川大学の卓球部監督だったこともあり、5歳の頃から岸田クラブという卓球クラブに入り卓球を始めました。幼い頃はお母様がやっていたバレーボールの方に興味があったそうですが、卓球のサーブでお菓子を当てるゲームなどをやっているうちに卓球にはまっていったようです。幼い子供らしい可愛いエピソードですね。その後卓球の実力はどんどんと上達していき、2010年全日本卓球選手権大会バンビの部で優勝を果たし、その後2012年下部の部、2014年ホープスの部も制覇しました。この女子バンビ、下部、ホープスの3冠を果たしたのはあの福原愛選手に次いで2人目です。幼い頃から卓球の実力があるとてもすごい選手だったのですね。その後も2016年中学2年生の時に出場した全国中学校卓球大会では女子シングルスで優勝を果たすなど結果を出し続けました。また2018年高校1年生の時には全日本卓球選手権大会でジュニア女子シングルスの部門で優勝を果たしました。これにより全日本選手権の女子ホープス、下部、バンビ、ジュニアと4種目を制覇しました。そして2018年には日本卓球協会により長崎美優さんのそれまでの実績が国際試合への高い潜在性、能力がある選手と評価を受けたことで第54回世界卓球選手権団体戦の日本代表として選ばれました。世界ランキング130位ながら日本代表を選ばれるのはこれまでの努力を認められたようでとても嬉しかったでしょうね。2022年6月に木下グループに移籍し、現在まで同チームに所属し活躍を続けています。長崎美優さんは身長が 160cm を超えており、その恵まれた体を生かして長いリーチを使った両ハンド攻撃を武器としています。一番ボールの威力がある、チキータも一番うまくて威力もあり、最新技術を身につけている、フィジカルも強い、日本人離れした選手と評価を受けています。2018年の世界選手権代表発表会見では宮崎強化本部長から、現時点で日本選手ではそんな長崎美優さんに対する海外からの反応はどうでしょうか、卓球大国である中国の SNS を見てみると、可愛い、笑顔が素敵など長崎美優さんの可愛らしさに魅了されている声や、パワーのあるショットを打てる下半身の筋肉、石川選手、平野選手がいなくても中国代表と戦うことができるなど卓球の実力が認められている発言もありました。日本国内だけでなく卓球大国の中国からも評価を受けるなんて、ますます今後の活躍が楽しみな選手ですね。また長崎美優さんの可愛らしさは世界共通だということも分かりましたね。そんな長崎美優さんですが、一つだけネット上に気になる噂がありました。それは長崎美優さんが妊娠して謹慎になったのではという噂です。現役で世界の第一線の舞台で活躍している選手の噂、
気になりますね。この噂について調べてみたところ、2017年に宇田幸矢選手という男子卓球選手と同時に3ヶ月の謹慎処分を受けていたことが分かりました。宇田幸矢選手について調べてみると、長崎美優選手の彼氏ではないかという情報がありました。ネット上での噂で宇田幸矢選手が長崎美優さんの彼氏であるという確かな証拠はありません。しかし2人が全く関係がない間柄ではないということではないようですね。そんな2人が同時に3ヶ月という長期間謹慎を受けたことで今回の噂が流れたのかもしれませんね。また宇田幸矢選手は謹慎明けに丸坊主にしていたことも話題になっています。このことを受けてネット上では、このように重い処分を受けるということは、もしかしたら長崎美優選手を妊娠させてしまったのではという噂が流れたようです。一方で2人が謹慎を受けた理由は、2人で遊んで門限を30分過ぎたからという情報もありました。門限を30分過ぎて2人で謹慎処分3ヶ月、加えて宇田幸矢選手の丸坊主は少し重すぎる罰のような気もしますが、謹慎処分を受けた理由についてはどの情報も噂に過ぎず、どの情報が正しいかは現在分かりませんでした。けれど2017年に妊娠し謹慎処分を受けていたとしたら、その後精神面からも影響を受ける世界の第一線で卓球を続けるのは難しいのではないかと思われますが、その後活躍しています。また仮に妊娠した後子供を下ろしていたとしたら、もっと話題になっているような気がします。真実は分かりませんが、今回の噂は単なる噂と考えるのが自然かもしれません。幼い頃からひたむきに謙虚に卓球に向き合い努力し続けている長崎美優さん、卓球界の期待の星としてこれからもさらに国内外問わず活躍し続けていただきたいですね。また世界共通の可愛らしさでさらにファンを増やして力に変えていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。